髪を早く伸ばしたいなら枝毛のない健康な髪であることが必須です。チェキチェキ、こんにちは。表参道美容師のあやまるです。今日はですね、みんな知りたいと思います。髪の毛を早く伸ばす方法についてお伝えしていきたいと思います。あ、どうしよう、髪の毛切りすぎちゃった、早く伸ばしたいとか、あと数ヶ月後には結婚式がある、大事な予定がある、だから早く伸ばしたいって思う人たくさんいると思います。そもそも髪の毛って1日にだいたい 0.3 から 0.4 ミリ伸びます。なのでだいたい1ヶ月に1センチです。ただ女性の方が男性よりもキューティクルがしっかりしてるので痛みにくくて、男性よりも気持ち伸びるのが早いと言われています。ただ髪は気を使うことでもっと早く伸びてくれるので、今日はその方法をお伝えしていきたいと思います。今日は3つにまとめました。まず1つ目、髪の毛を大事にする。もうこれは当たり前、大前提です。そもそもこれができてないと髪は伸びづらいです。海外セレブのヘアスタイルを担当しているある専門家の方もおっしゃってたんですけど、髪を早く伸ばしたいなら枝毛のない健康な髪であることが必須です、こう言ってました。でもこれって本当にそうです。実際に傷んでる髪の毛は伸びにくいっていう検証結果も出ているそうです。なのでまず美容院に行ったら担当の美容師に、今は髪の毛を伸ばしてるから枝毛だけ切ってくださいとか、メンテナンスだけお願いしますっていうのはしっかりと伝えてください。じゃないとちゃんと伸ばしていますよっていうことを伝えないと意外と切られちゃうっていうこともあります。あとは枝毛とか傷んだ髪の毛を作らないように日々しっかりとトリートメントをして、キューティクルを保護してブラッシングで整えるっていうこともすごく大事になります。で、本当に伸ばしたい時ってもうできればアイロンとかはやめた方がいいです。でもどうしてもやらなきゃいけないっていう時はアイロンをする前の保護のスプレーを振ったりだとかで、ちゃんと保護をしてからアイロンを通すようにしてください。はい、ここまでが髪の毛を大事にするっていうところのお話でした。はい、次2つ目は頭皮のマッサージをする。やっぱり一番ダイレクトに頭皮にアプローチできるのは頭皮マッサージです。髪は頭皮の血液から栄養を受け取って生えているので、血流を良くして頭皮環境を整えてください。特に頭頂部って細い毛細血管しか通ってないので、こう下から重力に逆らって上に上にマッサージをしてあげると効果的です。下から順番に上に上がっていく感じです。こうやって目がちょっと吊り上げられるぐらいギューッとマッサージをしてください。で、この手のこの膨らんでる部分でこう押してあげて、ギューッてまた上に上にマッサージしてあげるのもいいです。これはシンプルに本当に気持ちいいです。マッサージはシャンプーの時とかにやってあげるといいと思います。はい、3つ目は日々の生活習慣です。まず睡眠のお話なんですけど、肌ってゴールデンタイムがあるって言われてるじゃないですか。肌のゴールデンタイムは夜の10時から夜中の2時、この時間ですね。で、この時間って髪の毛の発毛のゴールデンタイムとも言われています。なので忙しい人とかは難しいかもしれないんですけど、できればこの夜の10時から2時の間は寝てください。この時間に成長ホルモンが一番活発に分泌されるので髪が伸びやすいと言われています。次、食生活なんですけど、ビタミン、ミネラル、タンパク質、緑黄色野菜、海藻類、トマト、ブドウ、ヨーグルト、リンゴ、これが髪にいいと言われています。なので日々の食生活でちょっと意識してみてください。あとは適度な運動ですね。まあジムに通えとかそういうのじゃないんですけど、まあいつも使ってるエスカレーターをやめて階段にしてみるとか、ちょっと一駅先に降りて家まで歩いてみようかなとか、で家に帰ってきたらシャワーじゃなくって湯船に浸かる、これらは体の血行を良くしてくれるので毛根に酸素や栄養を与えてくれます。なので適度な運動もしていきましょう。今たくさんお話ししましたが、まとめると1つ目、髪の毛を大事にする、2つ目、頭皮のマッサージをする、3つ目、日々の生活習慣を整える、この3つを意識するだけで髪の伸びるスピードも変わってくるので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、ということで今日は早く髪を伸ばす方法についてのお話でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。で、下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。